岩井税理士法人国際税務トランザクションサービス部の移転価格アドバイザリーチームのマネージャーをしております梅本と申します。よろしくお願いします。私はですね、2009年、公認会計試験合格いたしまして、大学卒業後2011年4月からですね、岩井市日本監査法人の、国内監査部門に所属しておりました。で、主なクライアントは小売だとか電子部品、それからまあ建設業等々と幅広い業種の、監査業務に従事しておりまして、またその他の、e-FIRSの導入支援だとか、そういったアドバイザリーサービス等々も行っておりました。で、2016年4月にですね、監査法人のそのグループ内の執行制度というものがございまして、その制度を利用して今の岩井税理士法人の移転価格部門にですね、まず出向という形で移動いたしました。で、2年3ヶ月ぐらい出向期間を経てですね、そのまんま岩井税理士法人の今の移転価格のやる部門に転籍をしたと。で、今に至るというような形になります。略して ITTS という部門の中の移転価格アドバイザリーチームという部門に属しております。で、多くの方がですね、おそらく聞きなじみのない業務なのかなというふうには思うんですけれども、また説明するのも少し大変ではあるんですけれども、ざっくり言いますと、そのグローバルに活動している日系外資系企業、こういった企業のグループ間の取引、それを通じた所得移転、それが適切に行われているかどうかで、行われていない場合には課税をしますよというのが移転価格税制になるんですけれども、そちらのサポートを行っている部署になります。移転価格税制っていうのは、グローバルである程度こういった形でやりましょうねっていう OECD ガイドラインという、ルールが定められていて、で、それを国内法にそれぞれの国が落とし込んでいるという形になりますので、それぞれの国で、特色はあるものの同じようなルールに従って法制化されているという状況です。で、我々の、サービスといたしましては、そのお客さんと一緒になってですね、納税者と一緒になって、移転価格課税のリスクがあるのかどうか、そこの、事前のリスク分析だとか、あるいは調査が入ってしまったという場合には、当局との間の交渉、実際に立ち会ってですね、納税者のポジションというのは妥当なんですというのを主張したり、あるいは反論書、意見書を作ったり、で、仮に課税をされてしまったという場合には、またそれを解消する手段っていうのが用意されておりますので、そこをですね、最終的には国同士で、例えば日本とシンガポール当局で話し合って、ここの利益配分どうしましょうと決める仕組みがあるんですけれども、そこの交渉のサポートみたいなのも EY と、で、この場合には EY 日本と EY シンガポールが協力してですね、それぞれの当局との交渉を行ったりというような形で、お客さんのサポートをしております。で、また移転価格業務は今申し上げた通りなんですけれども、それ以外にもそのデューデリジェンスとか、M&A を行った後のその移転価格課税リスクがあるのかどうかというところの識別だったり、PMI ですね、その実際に企業買収した後、グループ間の移転価格の設定方針こうしましょうとか、そういったその移転価格業務っていうところで幅広い税務のサービスを行っているというのが私の主な業務になっております。岩井海外オフィスと我々連携するケースっていうのは非常に多くなっております。で、クライアントに対してその高い品質のサービスを提供する上では、やはり日本の税制だけでは不十分で、やっぱり海外側の減額税制っていうのも熟知してないといけないと。で、法令自体はやっぱりもう調べればある程度出てくるんですけれども、実際にその現地側での経験に基づくような当局の姿勢だとか、そういったところっていうのはやっぱり現地にいないとわからないです。で、そういった場合にやはり海外以外にいろいろ質問したり、あるいはミーティングしたりして、その、お客さんに対してはワン EY で、その EY 日本と、海外 EY とか連携してお客さんに対してサービスを提供していくという場面っていうのは非常に多くなっております。
でまた、まあ、人材交流というのも海外との人材交流も盛んで、海外以外から日本に、まあ、出向で人が来たりとか、まあ、逆に日本から海外に行ってでそれで戻ってきたというような人もいたりして、その、まあ、海外の税務事情に詳しいものも数多く、いわゆる日本側にも、まあ、おりますし、また、現地側で詳しい人を教えてよとかって言えばすぐ教えてくれたりとかしますので、そこら辺の、まあ、人材の交流っていうのも非常に、まあ、盛んと言いますか、まあ、しっかりネットワークが作れているのかなというふうに自負しております。はい、でまたその海外との、まあ、ネットワークというところで言うと、お客さんと接している中で EY さん海外とのネットワークはすごい非常に強いですよねと言われる場面というのは非常に多くあります。やっぱりその、まあ、海外にオフィスがあるというだけでは不十分だというふうに考えております。実際にその海外とどれだけ連携が取れるのかというところが、やっぱりお客さんに対して、まあ、その点ではなくて面でサービスする上では非常に重要なポイントというふうに考えておりまして、そのいわゆるグローバルでそのどれだけそのお客さんに対して、まあ、サービスを提供できたか、価値を提供できたかというところが非常に評価をされるポイントになっておりまして、そのどこの国でというよりはそのお客さんに対してグローバルでどれだけサービスを提供しているのかというところが重要になっております。まあ、その点その EY に関してはそのグローバルでのそのネットワーク結びつきっていうのは強いので、そこの面で対応する力っていうのは非常に EY の強みなのかなというふうに考えております。いわゆるですね、グローバルなそのキャリアパス構築のためのサポート体制っていうのは充実しております。個人のキャリアパスに合わせて2年から3年ぐらいのその海外 EY の、まあ、派遣プログラムだったり、あるいは2、3ヶ月の、まあ、短い3ヶ月とか、あるいは半年の短期派遣プログラムまで、まあ、幅広い派遣のプログラムというのが用意されております。で私の部署はですね、海外 EY とのコミュニケーションというのは非常に機会が多い部署に特になっております。でなのでやっぱりみんな海外の大学を卒業したりとか、まあ、実際にもう海外の方だったりとかっていう方々がいる中で、まあ、私は英語が苦手な部類になっております。でただですね、まあ、そういった状況でその海外出向制度っていうのも、まあ、あるのは知っていたんですけれども、まあ、こういったものっていうのはその英語が得意な人が、まあ、行くものなんだろうなというふうに、まあ、なんとなく考えていたんですけれども、ただまあ英語力は伸ばさなきゃいけないというのを、まあ、上司ともまあ話しておりまして、相談したところですね、現地のその業務をですね、まあ、行いながら英語力も高めてきなさいという形でその3ヶ月のその短期派遣プログラムを上司に勧めてもらいまして、で申し込みをして、で結果的にマレーシアなんですけれども、いわゆるマレーシアの方に、まあ、派遣される形になりました。はい、で海外 EY でまあ働いた経験というのはですね、まあ、3ヶ月という短い期間ではあったんですけれども、私のそのキャリアの中ではまあ非常に有益な価値のあるものになりました。何よりもですね、まあ、英語ができない苦手な状態でですね、3ヶ月間現地でまあ働いて英語で仕事をしてきたという経験自体がですね、私のまあ自信にもつながっておりますし、そういったまあ機会をまあ提供してくれた EY にも感謝をしているという形になります。はい、で EY としてはですね、その個人の、まあ、キャリアアップというのが最終的にその EY 自身のバリューアップにつながるという考えのもとですね、海外経験を積極的に支援するような体制っていうのが充実しています。はい、私自身の、まあ、キャリア形成においてもですね、海外もその3ヶ月1回きりとは考えておらずですね、また今後ですね、まあ、2年から3年の出向っていうのも、まあ、タイミングを見てですね、また行っていきたいなというふうに考えております。EY としてもですね、その個人のキャリアアップというのが、EY のバリアアップにつながるという考えのもとですね、さまざまなその出向派遣プログラムというのを用意しております。で私自身もその国内の、まあ、監査法人からタックスに出向したりとか、あるいは EY マレーシアに派遣されたりとか、まあ、そういったですね、国内のまあ出向制度だったり海外でのキャリア構築の、サポートだったりというさまざまな制度がありますので、まあ、こちらをまあ積極的に利用することで個人のキャリアアップにもつながるという形になるかと思います。EY ではですね、このようなその様々な、まあ、チャレンジができる環境というのが整っているというふうに考えておりますので、皆様と一緒に働ける日を、心より楽しみに、待っております。